たかサイトじゃ。やったぞ、でかいぞ。うぅ、でかいでかいでかい、やばい、これはでかい。はい、どうも、つったれTVABでございます。ですね、今どこにいるかと言いますと、これです。倉敷川ね。仕事のね、出張で来たんですけど、中学生の頃までね、私この倉敷川のほとりで育ちましてですね、私の35年の釣りの原点の場所でございます。懐かしいですね、非常にね。で、ちょっとね、バス釣り、覗きに来たんですけど、水がねほとんどない状態なんですね。水深が 3-40cm ぐらいしかないのかな。ちょっとね、場所を移動しつつ昔の記憶を頼りに、行ってみたいと思います。それではスタート。今ね、倉敷川と、六軒川っていうかな、あのね、分岐点のあたりに来ましたね。で、わしがね、小学生中学生の頃自転車で来よったのがここぐらいまで。実家はね、自宅はもう美観地区のすぐ近くにあったんだけど、倉敷川をひたすらね、川沿いをチャリこいで来たことあるのがこの辺までかなーっていう記憶がうっすらありますね。最初はね、小学生の頃、もともとね、延べ竿にね、浮きと針だけつけて、ミミズを入れてね、船を釣って遊ぶっていうのが、わしの釣りの原点ね、倉敷川で。で、そっからね、ある日ブラックバスっていうのが、いかついかっこいい魚がおるっていうのをね、知りまして。で、そっからですね、生まれて初めて釣った、ブラックバスはね、この倉敷川。もう30年以上前ですね。倉敷川でね、カットテールで釣りましたね。今でも覚えてますよ。カットテールのジグヘッドでしたね、その時は。さあ、そんなね、釣りの原点とも言える、この倉敷川なんですが、今日はね、思い出巡りということで、まあ釣れなくてもいいかな。でも釣れたいな、っていう感じです。まあちょこちょこ探りながら行ってみましょう。さあ、じゃあとりあえず、カットテールとビッグベイトの縛りでまあやりよったんだけど、今日に限ってはね、ちょっとごめんなさい、勘弁してください。これです、線香、ゲイリーのね、4インチ線香をちょっと使わせてください。ごめんなさいね。1年やりきれよって言われたらそれまでなんですが、でもね、本当やっぱでもカットテールで釣りたいな、思い出の地でカットテールで釣りたいな。よし、ダメだ、こんなね、気持ちが、やると決めたことをね、気持ちが揺らいでいけんね。カットテールにしよう。カットテールボックス。
カットテール5インチ、ノーシンカー。こいつでじわーっと沈めながら、当たってんなこれ。おー、食った。よし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 、食った。よしよしよし、いっちゃいっちゃ、やったぜ、食ったぜ。イエイ、倉敷川のバス、カットテールでよかったんじゃん。イエイ、倉敷川のバス。これちっちゃいけどかっこよい魚体しとるね。結構あの筋肉質っていうかね、厚みがあってからちっちゃいけどかっこいいわこいつ。やったぜ、思い出の地で思い出の魚、最高じゃねえこれ。よっしゃー、2本目。やばい、楽しいぞ倉敷川。2本目だ。これもなんかサイズの割にかっこいい魚体しとるね。すごいの。これ何、倉敷川クオリティなのこれ。やったよ、2本目。イエイ。これもね、サイズはね30センチぐらいなんだけど、太鼓がね、広島のリザーバーによるこのクラスのサイズよりね、クオリティがすごく良いね。リザーバーによる広島のねバスはもうちょっとねスレンダーな気がするんだけどね。これは楽しいぞ最高だ。
たかサイトじゃ。やったぞ、でかいぞ。うぅ、でかいでかいでかい、やばい、これはでかいぞ。倉敷川のモンスター取ったで、おい、こりゃでかい。うぅうぅ、よしよ、でかい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 、やばいやばいやばい、バリでかいバリでかい。でかいでかいでかい、これやばい。巻かれた、うわー、上がってきた。よし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 、うわっほっほっほ、ぶりでかいの来た、やばやばいやばい、やった、バリでかい、やってしもうたで。さあ皆さん、やったりましたよ。いきますよ、3、2、1、てってれー、でかい50アップの倉敷川バス、カットテール5インチのね、完全サイトだったね。ね、バリでかくない？余裕の50アップじゃけ、これパンパンしかも腹すごいわね。真ん中ゆたーっと泳ぎおるやつにね、カットテールの5インチのシンカーをね、あの進行方向に入れてふわーっとフォールさせてったらね、スパーン飛んできてパコーンいったね。バチやばい、いやー最高じゃわこりゃ。笑いが止まらん。早めに逃がします。ありがとうね、バイバイ。よいしょ、たー、しびれだ。さあ、今釣れた丸々の50アップなんだけど、セッティングはね、これバスパラ、じゃあソルパラね、ソルパラなんですよ。海用の万能振り出しロッド、ソルパラの 80M ML かね、0.5 号の PE と6ポンドフロロのリーダーで、カットテール5インチ、オフセットのマルチオフセットの10番の進化ですね。こんな感じ、まあバス用のね、専用タックルじゃないんだけど、全然余裕で取れる。むしろね、この8フィートっていうね、長さ生かしてちょっと高い足場からでもね、やり取りが余裕にできるんで、でロングキャストもできるし、非常にね使いやすい。あえてわしはこれを使ってね、バス釣りをしておりますけどね、やり取りも全然余裕、何の不安要素もない。振り出しロッドじゃけえ言うてね、デメリット一切なし、50アップ余裕で取れるね。いやー、でかいの釣れたらよう喋る。さあ、というわけでね、小学校中学校時代の思い出の地、わしのね35年の釣り人生のね原点、倉敷川でね思い出巡りをしたら奇跡が起きた。今日はそんな回でした。こんなミラクルがね
怒るけ釣りはやめれ。マジ最高でしたわ今日はね。というわけで今日は終始笑いが止まらないエビでした。ではまた、バイバイ。